黒田広樹、黒田広樹、黒田広樹、1975年2月10日台は、大阪府大阪市出身の元プロ野球選手、投手。右投げ右打ち。野球解説者。父は、元プロ野球選手の黒田和弘、日本人投手で、史上初めて、NPB、MLB 通算先発勝利、先発投手勝利数のみで200勝を達成した、投手である。 また、NPB、MLB49 弾勝利を記録した、唯一の日本人選手でもある。現在は、吉本クリエイティブエージェンシーに所属する。元プロ野球選手の父、黒田和弘が監督を務めた、ボーイズリーグのチームオール隅の絵に所属。上空校に進学。高校では控え投手。同級生には、筒井壮、元阪神。 西浦勝拓、元日本ハムがいる。上空校から、東都の専修大学へ進学。チームは4年生春から、東都大学一部リーグに昇格し、1996年春、同年から、大学野球でのスピード頑丈内表示が始まった。神宮球場において、球速時速 150km を計測している。一部リーグ通算15試合6勝4敗防御率3.33。 ドラフト逆指名2位で広島東洋カープに入団。背番号15、背番号15は引退後、広島球団3人目の永久欠番となった。は、春季キャンプが終了した後、2軍でのスタートとなる。広島東洋カープ U 練習場での練習試合に、中継ぎ投手として登板するも、1イニング10失点を喫する。当時の2軍監督である。 兄や総八は打たれ続けても交代させずに3アウトを取るまで投げさせた。4月25日の対読売ジャイアンツ戦、東京ドームにて初登板、初先発、初勝利、初関東の海挙を立ち。その後も同じく新人の沢崎敏和と共に先発ローテーションに入り、勝ち星こそ伸びず、負けが先行したが、規定投球回をクリアした。 は、わずか一勝でシーズンを終えた。に、シドニーで行われた、インターコンチネンタル杯に、日本代表として出場し、韓国戦で勝利、台湾戦で、完封勝利を収める。同年、カーアップの先発ローテに名を連ねる。9月20日の巨人戦から閉幕まで4連続、関東勝利を挙げた。は、オールスターゲームに初出場。初の2桁12勝をマークし、 チームの勝ち頭となる。は、途中先発ローテーションから外れたが、2年連続2桁勝利を達成。は、それまでのエース、笹岡真嗣に代わって、初の開幕投手となる。前半は不調で勝てない時期が続いたが、後半から本来の調子を取り戻し、最終的に13勝を挙げ3年連続2桁勝利を達成し、 自身初となる投球回200イニング以上を果たした。アテネオリンピック野球アジア予選にも出場。もう2年連続で開幕投手を務める。6月20日のヤクルトスワローズ戦、松山坊ちゃんスタジアムにて、自己最速の時速 157km を記録。アテネオリンピックでは、野球日本代表に選出され中継ぎとして2勝し、銅メダル獲得に貢献。 4月15日の横浜ベイスターズ戦で、三浦大介と互いにカンリレーを行い0から0、というスコアで引き分けた。オールスターゲームに、ファン投票で選出され4年ぶりの出場を果たし、リーグ最多勝利で、初タイトルを獲得。タイトル量込みで、年俸2億円に達する。和国別対抗戦 WBC、ワールドベースボールクラシックに選出されるも、 2月24日の12、球団選抜との練習試合で打球を右手に受け負傷。出場自体を余儀なくされる。5月31日に FA 権を取得。6月まで5勝6敗、防御率、ホイップ1.11と安定した投球を続け、オールスターゲーム出場直前の7月2日の中日戦からは負けなしの8連勝を記録。7月は4勝0敗。 防御率0.84、ホイップ0.78の活躍で、月間 MVP をチームメイトの栗原健太と共に受賞。さらに8月も続けて4勝0敗、防御率1.11、ホイップ0.86の活躍で、月間 MVP を連続受賞。球団史上初の2ヶ月連続月間 MVP 受賞となった。この時、 広島カープの歴史に名前を残せて嬉しいと発言した。しかし、9月には右肘を痛めて、長期離脱。10月16日の中日戦で救援で、復帰当番プロ初セーブを記録した。この年、13勝6敗1セーブ、ホイップ1.00、防御率1.85で最優秀防御率のタイトルを獲得。1点台でのタイトル獲得はの赤堀元行き以来。 セリーグではの斉藤正樹以来の快挙となった。また、テンポの良い投球を評価されて、スピードアップ賞を受賞。オフには監督のマーティブラウンの勧めで渡米し、右肘関節のクリーニング手術、数ヶ月で投球可能となる軽い手術を行った。FA 権取得に伴い、10月15日に、球団から4年10億円障害保障。 主導者手形という条件を提示される。そして11月6日に4年12億円、基本年俸2億5000万円、単年最大5000万円の出来高込み。当初の条件に出来高を上乗せしているで FA 権を行使せずに残留することを表明。今後も国内他球団の遺跡はないと明言し、国内なら生涯広島を宣言した。なおこの契約は、 4年の契約期間内で自由にメジャーリーグ挑戦できるようになっていた。FA 権を行使せずに残留を決めたこと、残留会見での僕が他球団のユニフォームを着て、広島市民球場でカープのファン、カープの選手を相手にボールを投げるのが自分の中で想像がつかなかった。僕をここまでの投手に育ててくれたのはカープ。そのチームを相手に、 僕が目いっぱいボールを投げる自信が正直なかったと発言した。また、この年の選手会のベストエピソード賞に選ばれ、黒田の野球用具を担当する SSK は、社を挙げて黒田をキャンペーンすることを決定した。そして市民に感動を与えたことが評価され、広島市は、広島市民表彰を黒田に授与すると発表した、球団4人目。も、 開幕投手を務め、長谷川良平以来球団2人目の5年、連続開幕投手となる。またデーゲームは大の得意で、6月3日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では2003年7月6日からのデーゲーム13連勝を6した。7月14日の東京ドームでの読売ジャイアンツ戦にて通算100勝を達成した。ちなみに、プロ初勝利も東京ドームでの巨人戦だった。 オールスターゲームに2度目のファン投票選出で4度目の出場。例年夏場を得意としていたが、この年の8月からはクオリティスタートすら守れない試合が続き、8月と9月は2勝3敗、防御率4.58、ホイップ1.48を喫した。10月18日に FA 権を行使することを明らかにした。MLB 球団は以前から黒田に目をつけており、特に テキサスレンジャーズゼネラルマネージャーのジョン・ダニエルズが興味を示した発言をしていた。ジョー・アーボンとスティーブ・ヒラードと代理人契約を結び、12月1日に球団本部長の鈴木生命へメジャー挑戦を決断したことを、報。記者会見では評価されるのもカープのおかげで、また日本に帰ってプレイするならこのチームしかないとも語った。2007年12月15日。 ロサンゼルスドジャースと総額3530万ドルの3年契約を結んだことを AP 通信が明らかにした。これによりカーアップ初の日本人メジャーリーガー誕生となった。背番号は18だったが会見上では08をつけた。これはユニフォームが間に合わなかったためであり、同年にドジャースとマイナー契約したロバートブースが先に背番号 零八をつけてた。ドジャースから当初提示された条件は4年契約だったが、ワクワクする気持ちはほとんど湧いてこなかった。戦地に行くつもりでアメリカに行く。4年間もそんな苦しいことはできない。苦しい時間が短い方が自分は頑張れる。3年間できちんとした成績を残せれば、4年目に同等かそれ以上の契約を交わせるはずだとして、契約年数短縮をな申し出た。 は4月4日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューし初勝利を挙げた。5月21日のシンシナティレッツ戦では8回を後、アンダに失点に抑え、9回には斉藤隆が無アンダ無失点で抑え勝利し、日本人史上初の同試合での先発勝利とセーブ達成を記録。27日のシカゴカブス戦では福留光介とメジャー初対戦する。 6月6日のカブス戦では9回4アンダム失点11、脱三振無失球の回答でメジャーカンプを記録。しかし19日に右肩桂園で故障者リスト入り、7月2日のヒューストンアストロズ戦で復帰し、7日のアトランタブレーブス戦では7回終了時点まで完全試合の9回1アンダム失点で完勝率を上げ、最終的にも走者は8回に出した1人しか許さなかった。 新人投手が8回途中まで完全試合を続けるのは、ノーオーレル・ハーシュハイザー以来初めてで、完全試合を達成していれば、サンディ・コーファックスに次ぐドジャース史上2人目、日本人メジャー初の快挙となっていた。前半戦は17試合の先発で5勝6敗、防御率3.43、ホイップ1.20の成績で折り返し、後半戦初戦となった18日の、 アリゾナダイヤモンドバックス戦に先発するも2回6、失点を騎士しし降板。その後も、監督の上等りから、どちらが本当の彼なのかと言われるなど、好不調の激しい当板を繰り返したが、8月からは11試合の先発で4勝2敗、防御率2.56、ホイップ1.03と高騰。シーズン23では、防御率とホイップ、クオリティスタートで、 リーグ20決に入り、フィップでは、リーグ9位の3.59を記録する。ポストシーズンでは、カブスとのディビジョンシリーズ第3戦に先発し、6回、1、3を6アンダム失点の好投で、勝利投手となり、リーグチャンピオンシップシリーズに進出。フィラデルフィアフィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、6回0。 三五安打に失点の投球で勝利投手となる。この試合でシェーン・ビクトリーノの東部付近への投球が騒動となり、罰金が課せられた。チームは第五戦で敗退。オフには翌年の第二回 WBC 日本代表の第一次候補に挙げられたが辞退する。は、野茂秀夫、松坂大輔に次いで日本人。 史上3人目の開幕投手として4月6日のパドレス戦に先発し、5回に3を4安打1失点の投球で白星を挙げる。しかし直後に左脇腹を痛めて10日に故障者リスト入りする。6月1日のダイヤモンドバックス戦で復帰し、23日のシカゴホワイトソックス戦で復帰後初勝利を挙げる。28日のシアトルマリナーズ戦では、一郎と、 メジャー初対戦。7月12日のミルウォーキーブルワーズ戦では、登板間隔の関係から、メジャー初の救援登板したが、1回1、3を投げにあんだ3失点を喫した。前半戦は、ホイップ1.14と安定した投球を続けるも3勝5敗、防御率4.67を喫する。8月16日のダイヤモンドバックス戦では、 ラスティライアルの打球を頭部に受け触りシャリスト入りする。9月6日のパドレス戦で復帰し、最終的に規定投球回には達しなかったが、後半戦は5勝2敗、防御率2.98、ホイップ1.13と好投を続け、チームは2年連続の地区優勝を果たす。ポストシーズンでは、首通で、セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズは、登録を外れ、 フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズで第3戦に先発するが1回1、3を6失点で降板。チームは前年に続き第5戦で敗退した。4月9日のフロリーダ・マーリンズ戦で初登板し、8回後案第1失点の好投で3年連続初登板勝利を記録。5月2日のピッツバーグパイレーツ戦では岩村明ノとメジャー初対戦し、 8回5アンダ1失点の投球で、メジャー通算20勝となる3勝目を挙げる。前半戦は17試合の先発で7勝7敗、防御率3.87、ホイップ1.37の成績で折り返す。7月22日のニューヨークメッツ戦では、高橋久則と投げ合い、8回5アンダ無失点の高騰で8勝目を挙げる。その後は高騰するも、打線の援護に恵まれない試合が続き、 8月25日のブルワーズ戦で6試合ぶりの白星を挙げる。30日のフィリーズ戦では8回1までノーヒットノーランの回答を見せ、メジャー移籍後発の10勝目に到達。後半戦は14試合の先発で防御率2.87、ホイップ0.93と好調だったが、勝ち負けは自分ではどうすることもできないって。 今年は、つくづく感じていると語るほど高騰するも、打線の援護に恵まない試合が多く、4勝6敗に、止まったが、シーズン通算では11勝、防御率3.39、投球回数196回1、3、奪三振数159と、主要カテゴリーで、メジャー自己最高の成績を記録した。オフには、ドジャースとの契約が終了し、FA となる。 ESPN が作成した FA 選手ランクリストでデレクジーターを上回るベスト30に入り、援護が少なく勝利数が伸びなかったため過小評価されていと高評価を受け、複数球団が獲得を目指し挙手が注目された。一部報道で古巣広島へ復帰の可能性も報じられ、日本の球団も獲得に動いたが、11月15日に1年1200万ドルで、 ドジャースと再契約。その後記者会見では、ドジャースが必要としてくれるなら、第一に考えたかったと語り、自身のブログでは、広島への復帰報道について謝罪し、日本に復帰するなら、カープしか考えていなかった改めて明言した。の、スプリングトレーニングでは、東日本大震災の募金活動に参加し、自身も5万ドルを寄付した。 4月3日のサンフランシスコジャイアンツ戦で初登板し、7回を6安打3失点の投球で4年連続の初登板勝利を挙げる。9日のパドレス戦では9回西まで無失点の高騰でメジャー通算30勝となる2勝目を挙げる。しかしその後は6月までの9敗中6試合でクオリティスタートを記録するなどを高騰しても打線の援護に恵まれない試合が続き、 7月1日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャー通算100先発を達成8試合ぶりの白星を挙げる前半戦は18試合の登板で6勝10敗防御率3.06ホイップ1.22と過去最高の成績で折り返し7月までポストシーズン進出を目指す複数の球団がトレードでの黒田の絵を目指していることが盛んに報じられたが トレード期限前の7月30日にトレード拒否権を行使して残留。プレーオフの魅力はあったし、葛藤はあった。昨年契約した時ドジャースでやると決めたし、その原点に戻りましたとコメントする。8月26日のカージナルス戦で2年連続の2桁勝利となる10勝目を挙げ、8月は5勝を挙げる。9月11日のジャイアンツ戦では4回に、 3を投げ3失点で、日本人選手ワースト記録となる16敗目を喫する。16日のパイレーツ戦では、メジャー通算40勝目となる、自己最多の12勝目上げ、27日のダイヤモンドバックス戦で、メジャー移籍後発の200イニングにも到達。後半戦も14試合の登板で7勝6敗、防御率3.09、ホイップ1.20と、 安定した投球を続け、前年に引き続き得点援護率が、リーグワースト2位を記録するなど、打線の援護に恵まれず、シーズン通算では16敗を喫したものの13勝と、リーグ9位の防御率3.07、161、脱三振と、主要3部門で2年連続キャリアハイを更新した。1月26日にニューヨークヤンキースと1500万ドルの1年契約を、 結んだ。背番号は、ドジャース時代と同じ、18。4月13日のエンゼルス戦で遺跡後初勝利を、挙げる。24日のテキサスレンジャーズ戦では、ダルビッシュ優と投げ合い、6回に、3を5安打に失点に抑えるも3敗目を喫した。6月13日のブレーブス戦では、NPB、MLB 通算150勝を達成。17試合の登板で8勝7敗。 防御率3.50、ホイップ1.26の成績で前半戦を終える。7月18日のトロントブルージェイズ戦では、野茂秀夫、大家智一に次いで、日本人、史上3人目となる、メジャー通算50勝達成。試合は7回ウテンコールドのため、記録上完封勝利となった。23日のシアトルマリナーズ戦では、この一トレードで、 ヤンキースに移籍した一郎と共に先発出場し、7回を3安打1失点9奪三振の好投で、野茂秀夫以来日本人選手史上2人目となる3年連続の10勝目を挙げる。8月14日のレンジャーズ戦では、日本人選手単独2位のメジャー通算52勝目となるシーズン度目の完封勝利を挙げ、監督のジョージ・ラルディに、 今季の投手陣の中で最高の投球内容だったと絶賛された。9月16日のタンパベイレーズ戦ではメジャー移籍ご自己最多の14勝目を挙げ2年連続の200投球回にも到達した。レギュラーシーズン最終戦となった10月4日のボストンレッドソックス戦では松坂大輔と投げ合い7回7安打2失点の投球でプロ入り後キャリアハイとなる6勝目を挙げ チームも、地区優勝を決めた。また、防御率3.32位はヤンキース先発陣のトップ。投球回219回に、3は、リーグ4位。勝率、593はメジャー自己ベストであった。ポストシーズンでは、ボルチモアオリオールズとのディビジョンシリーズ第3戦に、先発し、ポストシーズンでの日本人選手最長となる8回1、3を安打にし点の投げで、 チームの勝利に貢献。デトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、中3日で先発登板し、5回まで走者を出さず、7回に35号安打3失点、ポストシーズンでの日本人選手最多となる11、脱三振の高騰を見せるも黒星を喫し、チームは第4戦で敗退した。11月20日に1500万ドルの1年契約で再契約した。 6月7日のシアトルマリナーズ戦で、NPBMLB 通算2000奪三振を達成。19日のロサンゼルスドジャース戦では、6回に3を8安打に失点の投球で7勝目を挙げ、ナショナルリーグ全球団からの勝利を達成した。前半戦を19試合の先発で8勝6敗、リーグ2位の防御率2.65、ホイップ1.05の成績で折り返し、 オールスターゲーム大体出場選手の最終候補にも名が上がったが、選出は逃した。7月25日のレンジャーズ戦で7回6安打、無失点の高騰で10勝目を挙げ、日本人選手最多記録となる4年連続2桁勝利を達成。8月11日のエンゼルス戦で11勝目を挙げ、17日のレッドソックス戦では、 メジャー遺跡保持コワーストの11被安打で8敗目を喫するも防御率リーグトップとなる。しかしその後は請球を乱し後半戦は13試合の先発で防御率4.25、ホイップ1.32の成績を喫し、さらに勝利投手の権利を有して降板した際も3度のセーブ失敗に遭うなどもあり、後半戦の勝敗は3勝7敗に終わり、 チームもポストシーズン進出を逃した。10月31日に FA となり、12月7日に年俸1600万ドル出来高の1年契約で再契約。4月25日のエンゼルス戦で自己ワーストの8失点を記録するなど5月までは防御率4.56、ホイップ1.3にをきする。7月初旬には、 CC サバシアや田中雅宏の故障者リスト入りにより、開幕から先発ローテーションを守る唯一の投手となり、前半戦は19試合の先発で6勝6敗、防御率4.10、ホイップ1.21の成績で折り返す。7月25日のブルージェイズ戦で、日本人史上2人目のメジャー通算200先発に到達。30日のレンジャーズ戦では、 黒田と入れ替わりで、広島に所属していたコルビー・ルイスと投げ合うが黒星を、喫し、QS 達成での敗戦数が、現役選手最多の30敗となった。8月25日には、広島市の土砂災害の被災者への義援金を送った、ことを発表。28日のデトロイト・タイガース戦で、日本人選手では、ノモ・ヒ夫オ以来の5連続規定投球回に到達。 9月3日のレッドソックス戦では、前年の自らの記録を更新する5年連続2桁勝利に到達。14日のオリオールズ戦では、NPB、MLB 通算3000投球回に到達。シーズン最終当板となった25日のオリオールズ戦では、完投すれば、自身3年連続200投球回達成という状況の中、8回に失点と高騰するが、 9回に、デビッド・ロバートソンが同点打を許し勝ち星を逃げ。この試合ではシーズンを通しての黒田の高騰と、貢献度を見てきた、監督のジョージ・ラルディから、9回も、一旦マウンドに上がりファンに見送られながら降板する、ことも提案されていたが、デレク・ジーターの現役最後のホームゲームだったことから、今日は僕の日じゃないのでと断ったという。チームは2年連続で、ポストシーズン出場を逃したが、 後半戦は13試合の先発で5勝3敗、防御率3.16、ホイップ1.03の成績を残し、チームの先発投手で唯一開幕から、先発ローテーションを守った。日本人初の MLB 全39弾勝利は、持ち越したシーズン終了後 FA となった。十一勝は、田中の十三勝に次ぐ、チームに脱参進数は、チームトップの四十六だったが、 ヤンキースは FA 選手に対して1年契約を提示するクオリファイングオファーを申請せず、その後フルスのドジャースがオファーを提示したことが報じられ、この他にパドレスも1800万ドルのオファーを提示したことが報じられた。2014年12月27日にフルスの広島と契約したことが球団から発表された。1年契約で年俸は 推定4億円、プラスでき高、か、背番号は2007年まで付けていた、15に決定した。上記の海外での高額オファーを断って、日本国内の古巣、広島カープに復帰するというニュースは、日本球界関係者のみならず大リーグ関係者にも、大きな反響があった。は、球団から調整法を任せられていたため、春季キャンプは2月17日からの沖縄二次キャンプから、 合流した。合流前日に広島市内で行われた復帰記者会見では年齢的な部分を考えても残りの野球人生は長くないと思っていますし、いつ最後の登板になっても良いという気持ちでやっています。一球一球にどれだけの気持ちを込めて投げられるかと考えた時にカープのユニフォームを着て投げて最後の一球になった方が後悔がないと思い復帰を決断しましたと語った。 3月29日のヤクルト戦で復帰後公式戦初登板し、7回後安打、無失点で復帰後初勝利を挙げた。また、この試合の4回に復帰後初安打を放った。5月3日、右飛骨筋研修園により出場登録を抹消される。40歳のシーズンとなったが、最終的に11勝8敗、リーグ7位の防御率2.55の成績を残した。 同年9月10日第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたが10月8日にコンディションが万全ではないことを理由に代表メンバーを辞退することを発表した。翌年の挙手が注目されていたが12月8日に現役続行の意思を固め12月17日には松田スタジアム内の球団事務所で契約公開に臨み 推定約6億円プラス歴高で契約公開した。この金額は、オリックス・バファローズの金子千尋を上回り、日本球界最高年俸となる。日本選手の歴代最高は2004年、2005年の佐々木和弘、横浜の6億5000万円で、6億円は2002年の松井秀樹、巨人の6億1000万円に次いで、2014年の安倍晋之助、巨人と共に、 歴代3番目となる。なお、広島の選手が、球界最高年俸となるのはあの山本浩二、当時8500万円期である。4月2日の巨人戦、松田スタジアムで120球を投げて4、安田完封勝利を記録した。40代での完封勝利は、史上8人目、41歳以上では4人目の、快挙であった。7月23日の阪神戦、 松田スタジアムでは7回を投げ5アンダム失点で NPBMLB 通算200勝 NPB121 勝 MLB79 勝を達成した NPBMLB 通算200勝は野茂秀夫に次いで2人目で大卒での200勝達成は村山実以来46年ぶりそして広島灰の木の200勝達成は1992年の 北別府学部以来二人目となる。6月29日のヤクルト戦、松田スタジアムで勝利した後の記事で、NPB、MLB 通算199勝のうち198勝が、先発勝利、先発当番時の勝利であることが紹介された。そのため、8月20日のヤクルト戦、松田スタジアムでの先発勝利が、野茂秀夫と並ぶ NPB、 MLB23201 勝目であると同時に、史上初めて先発勝利のみで、NPB、MLB23200 勝を達成。また、大卒投手としても NPB23、NPB、MLB23 問わず史上初めて、先発勝利のみでの200勝を達成した。8月30日には、荒井孝弘、リオオリンピック金メダリスト金、藤里恵と共に、 広島県民栄誉の受賞が決定。9月10日の巨人戦、東京ドームで NPB、MLB23202 勝目を挙げたことで、野茂秀夫の NPB、MLB23201 勝を抜き、NPB、MLB23 イニングするに続き NPB、NP MLB23 勝ち星数において、歴代でトップとなる。広島が優勝マジックを1として迎えた9月10日。 東京ドームでの2位巨人との直接対決に先発し、6回、6安打3失点で9勝目を挙げた。この試合に勝利した広島は25年ぶり7度目のリーグ優勝を決め、黒田は小形光一監督、荒井高弘と共に同上げされた。10月1日のヤクルト戦、松田スタジアムでの勝利で、ドジャース所属時の2010年から続けて7年連続2桁勝利を達成。 NPB では40代での2年連続2桁勝利という史上3人目の快挙を達成した。2リーグ制以降では、工藤君康以来2人目、右腕投手としては初の快挙である。2016年10月18日に今シーズンで現役を引退することを表明。広島市内のホテルで記者会見を行った。当日、日本シリーズへの練習をする前に、 松田スタジアムの右翼付近に集まった選手に対し、タイの胸を表明した。引退表明までの成績は、日米通算203勝184敗。2016年10月25日の日本シリーズ第3戦、札幌ドームが最終登板となり、5回に3を投げ85球4飛安打1奪三振1、失点。最後の打者は、大谷翔平だった。 5フの11月4日には引退記者会見が開かれ、球団は背番号1 5永久欠番にすると発表した。翌5日の優勝パレード、優勝報告会がユニフォーム姿での最後のバトリ、報告会での引退セレモニー後に改めてナインから背番号と同じ15回を上げされ、最後はマウンド手前で涙を流しうずくまった。12月2日、自由契約公示された。 2017年からはアメリカ在住のため日本帰国時に野球解説者として活動。日本テレビ、広島テレビ TBS テレビゲスト解説者として出演。スリークォーターからメジャー時代の平均球速91.9メートル PH、約時速147.9キロメートルの速球、シンカー、フォーシームと平均球速86.7メートル PH。 約時速 139.5km のフォーク、スプリッター、平均急速 83.8mph、約時速 134.9km のスライダーを投げ分ける本格はみぎテで稀にカーブやカットボールも織り混ぜる。中でもスライダーとフォークはメジャーでも高い評価を獲得し、特にフォークはメジャー時代にはダンヘイレンのスプリッターとともに 現役最高のスプリッターと評された。最速は、メジャー移籍前の広島在籍時に計測した時速 157km。広島復帰後はカットボールの投球割合を増やしていた。メジャー移籍前後で投球スタイルを変えており、メジャー移籍前は、フォーシームを主体としていたが、ドジャースに移籍する数年前から、ツーシーム系を打ちに、スライダー系を外に、 フォークで工程をつける。打者が狙っている球を投げ、打たせて取ることが理想という理想図を描き、移籍後は、フォーシームをほとんど投げずツーシーム剣出体の投球となった。そのため、広島時代に投げていた最速時速 150km を超えることもある。シュートを右打者の膝元に沈ませる速球、シンカー、握りはツーシームに進化させたという。その他、 スライダーに関しても2008年のシーズン序盤に通打を浴びることが多かったために握りを変えたという。広島時代、メジャー一席前には関東水リーグ1位の都市が6度もあるタフさからミスター関東の異名を持った一方で関風数は年に1回程度。11年間で74関東を記録したが関風に関しては14回に止まった。黒田自身も関東にこだわりを持っていたが、 メジャーでプレーするようになってからはいくら一試合を完封しても次の登板でノックアウトを喫してしまってはチームにとって意味がない。それよりも7回、7回を連続してきっちり投げた方がチームへの貢献度が高くなる。この場所で関東にこだわることは自己満足に過ぎないと思うようになったという。OB からの評価も高く、江川拓は実っで調子がいい時の彼のストレートは ど真ん中に放っても打たれない。2006年7月2日の中日ドラゴンズ戦名古屋ドームでカンプー勝利を収めた際には中日監督の落合博光から今日サンアンダカンプーの黒田は俺が現役の時でも打てない。だからうちの選手が打てるわけがないと絶賛された。フィールディングの評価も高く2008年には35のアシストを記録した。 1999年の甲子園での阪神戦では、満塁で決勝のセーフティバントを成功させたことがある。一方、打撃は苦手で連続無安打の記録を作ったこともあり、2010年に開幕から39打席無安打を続けた際には、地元紙から、いくらピッチャーでもひどいと書かれたことがある。上記のように高い評価を得る一方で、高騰した試合での打線の援護に恵まれないことで、 有名であり、戦術した通りドジャース時代には、毎年のように高騰しながらも援護に恵まれず、監督の上通りからも同情されていたほか、ESPN からも援護が少なく、勝利数が伸びなかったため過小評価されていると指摘され、2006年の広島時代には、最優秀防御率でありながら、エンリスで最下位を記録している。ヤンキース時代も他のローテーションピッチャーと比べて、 高騰した試合での援護が著しく少なく、メディアから黒田は弁護士を雇って、チームメイトを無援護で訴えべきだと書かれたこともあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。